私の名前は陽子、38歳、現在1歳の子供がいる。結婚してもう10年近く経つけど、1年前にやっと子供を授かった。夫の陽一は一回り上の50歳。実は息子を妊娠したあたりで夫の病気が発覚した。子供が生まれるまで持たないかもしれないとまで言われて覚悟していたが、ありがたいことに夫は息子が生まれるまでもそれからも頑張ってくれた。おかげで今日の息子の1歳の誕生日を家族3人で迎えることができた。夫の両親は正直非常識極まりない人間たちだ。私たち家族が大変な時でも構わずお金を無心する LINE が来た。陽子さん、お金貸してくれない？いきなり何ですか？孫の誕生日だっていうのに。あら、おめでとう。それでいくらくらい用意できそう？こないだ貸したお金も返していただいてないですよね。それは分かってるわよ。でもお金が必要なの。いやいや、返してくれてからではないとお貸しできません。うちも大変なんです。じゃあ陽一に相談するからいいよ。すぐ電話しようっと。やめてください。陽一さん病気なんです。辛いんですよ。お金のことで心配かけさせたくないんです。でしょ？だからあんたに相談してるんじゃない。どうせもう少しでいっぱい入ってくるんでしょ？保険金とか母子手当とか。息子の保険金を当てにするなんて。私は孫の誕生日より息子の病気より自分たちに入るお金のことしか頭にない義母に参っていた。でも負けちゃいけない。私は盾になって義母から夫と子供を守ろうと思った。それから1ヶ月後夫が亡くなった。病気が分かった2年前のあの日から覚悟はしていたが、辛くてたまらない。ただ私には息子もいる。落ち込んでいる暇はない。それに夫を安らかに天国に送り届けてあげなければと思い、気を張って葬儀を取り仕切った。息子を抱いて夫に最後の別れをしていると義母がやってきた。これから先の話をしたいんだけど。何ですか？これからはあなたたちの面倒を見てあげるわ。すみません、後にしてもらえますか？そうはいかないわよ。こっちの家を退去する都合があるんだから。退去する？陽一もいないし、あなたたち二人じゃマンションの部屋余るでしょう。ちょっと待ってください。うちに来るんですか？当たり前じゃない。なんでですか？あなたね、息子が買った家なんだから私たちにも住む権利あるでしょ。え、なんですかその考え。とにかく来月から住むわ。夫に最後の別れを言うこともなく、義母はさっさと会場から出て行った。私は夫を亡くしたショックが大きくて、とっさに義母の提案に言い返すこともできなかった。息子も義母の剣幕に驚いて大泣きし、私は棺の前から仕方なく離れた。夫との最後の別れをゆっくりしたかったのに、邪魔をされた悲しさで私も控室で息子を抱えながら涙が止まらなかった。次の日、無事葬儀が終わった。ほっとした時、昨日の義母の態度がよみがえり、怒りがこみ上げてきた。最後の家族の時間を邪魔しただけじゃなく、夫が私たちのために残してくれた財産を食い物にしようという魂胆は絶対に許せない。夫は最後の最後まで私たち親子が義父母たちから何かされるかもと心配していた。私は息子のため、夫の心残りの供養のため、あの二人と絶縁することを決めた。ただ何をどうしたらあの義母から逃げられるのかわからない。悩みながら主人の部屋を片付けていると、なんと遺言書と手紙が出てきた。その手紙にはある計画が書かれていたのだった。陽一さん、私たちが心配でこんなことまでしてくれてたんだ。自分も辛かったのに、本当に本当にありがとう。涙が止まらない私を見て、息子がよちよち歩いてきて頭を優しく撫でてくれた。息子にも励まされた気がして、私は夫の作戦を実行した。先日の話ですが、マンションに来られるんですか？しつこいわね。そうするって言ってるでしょ。いえいえ、単純に確認です。部屋を開ける都合とかもあるので。ああ、そういうことね。来月からはそっちに住むわよ。そちらの賃貸借契約は今月いっぱいですか？そうなるわね。わかりました。そちらの家の家電とか事前にこちらに送ります？そうね、その方が楽だしね。わかりました。荷物は到着次第こちらで引き受けます。どうしたの？
物分かりが良すぎて気持ち悪いわ。そんなことないですよ。あと、もう一点話があるんです。何？このマンションの名義なんですが。当然、半分は私たちよ。いえ、全部お渡ししようかと思って。え？ちょっと、急に何よ。私もまだ将来再婚する可能性があるって気づいて、その時に私の名義が残っているとめんどくさいでしょ。そもそもお母さんたちの息子さんが買われたマンションです。お母さんとお父さんに名義を変更するべきかと。ローンがあるでしょ。いやよ、私たちが残りを背負わなきゃいけないんでしょ。いえ、それはないです。断信に入っていたので借金はもうありません。ただでくれるの？そういうことになりますね。陽一さんも親孝行ができなかったって後悔していましたから、ぜひ受け取っていただきたいんです。そういうことならわかった。あなたの提案を受けましょう。ありがとうございます。それではまた。こうして夫の指示通り、義父母にマンションをあげる約束をした。義父母たちが来るまでの間、やることが多くてあっという間に過ぎ去った。事務的な手続きは専門知識が必要なので弁護士を通してやり取りをした。その間にも義父母はどんどん荷物を送ってきて、量の多さに笑ってしまった。そしていよいよ義父母が来る当日、私も準備をして待っていた。義父母は何も知らず、ほとんど手ぶらでやってきた。あー疲れた。お茶でもちょうだい。ご自分でどうぞ。それでは失礼します。で、どこに行くの？実家に帰ります。なんで？一緒に住むんでしょ？一緒に住むなんて、私は一言も言ってませんよ。あなたたちがここに住むとしか言われていません。冗談やめてよ。陽子さんがいなきゃどうやって生活していけばいいの？知りませんよ。私だって子供を抱えてるんです。子供一人養うので精一杯です。だって私たちの生活費は？名義も変更しておいたし、ここはあなたたちの家です。毎月の家賃はもうないですから大丈夫でしょう。私は名義変更をした登記簿謄本を渡した。じゃあここは私たちのもので大丈夫ね。わかった。ならもういいわ。さようなら。元気でね。はい、さようなら。そして私と息子はマンションを後にした。夫と過ごしたマンションを手放すのはものすごく寂しかったが、しょうがない。その2週間後、義母から LINE が来た。ちょっと、どういうことなの？どうしたんですか？修繕費の積立金を出せって管理組合から手紙が来てる。どういうこと？地盤改良のため大規模修繕するみたいですよ。お金なんて出せるわけないでしょう。出してもらわないと困りますよ、住んでるんだし。それと税金も発生しますからね。名義はあなたたち二人なので、ちゃんと払ってくださいね。何それ、聞いてないけど。いやいや、税金払うのは当たり前ですよね。じゃあいいわ、ここ売るから。実は私と夫でそれも考えてたんですけど、大規模修繕予定があったりで建物の価値が下がりすぎちゃって、買い手いないんですよ。知ってたの？私たちのこと騙したの？人聞きの悪いこと言うのをやめてもらっていいですか？あなたたちが私たちにも権利があると言ったから差し上げたまでです。まあ家があるからいいか。あなたはこれから大変ね、収入ないし。言い忘れてました、陽一さんはたくさん保険金を残してくれたんです。だから生活は大丈夫なんです。そうなの？なんだ、びっくりしたじゃない。じゃあ私たちの分ちょうだい。お母さんには一銭も入りませんよ。もともとあなたたちには相続権がないです。え？でも親なのよ、権利はあるはずよ。夫はそう言われるのも心配して遺言書まで残してます。訴えても無駄ですよ。ちょっと一回話し合いましょう。さようなら。その後あの二人は大規模修繕の積立金や税金の支払い等で大変な思いをしたようだ。マンションを売ろうともしたけど、急すぎて買い手が見つからなくてどうにもならない。結果自己破産をしてマンションも差し押さえられたという。そして私は格安で売りに出されたマンションを買い戻すことができた。
夫が私に託してくれた作戦はこれで終わりだ。私と息子は夫が残してくれた多額の保険金でこれからも不自由なく生きていけるだろう。陽一さん、本当にありがとう。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニックさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。